か、コキコキになったんじゃ。あー麺をあの箸でこう食べるときにこう麺からこうスプーン、あ、違う皆さんこんにちは。韓国のすべて、韓国ラボのピヨコです。お元気でお過ごしでしょうか？あ、はい。私は元気です。はい。あの、今回は、あの、韓国人の間ですごく人気のある、あの、キンパの一種類なんですけど、あの、スパムマリっていうのを作りながら、そして美味しく食べながら、あの、日本と韓国の、あの、食文化の違いについてトークしていきたいと思います。それでは、スタート。何に対しての拍手や。はい。それでは、ここからは、本格的に、本腰を入れて、本気になって、はい。あの、作ります。一人前はこれぐらいの量ですかね。昨日あらかじめご飯を炊いておきました。あ、いい냄새너무좋아요。ごま油の香り、ずっと嗅ぎたくありません？私だけ？まあ、スパムと似たようなものですので、しん？なんかこれ日本語ですると、底力か。これを食べると、底力が出て、元気になるのかな。細長く切った、この3つぐらい焼きますね。スパムを焼いてるうちに、ほぼ乱切りっていう感じで切りますね。乱切り合ってるか？おま、おってけ。コキコキになったんじゃん。あキムチも炒めます。はい、ここからは本当に集中してたので、何にも話さずキンパを作っていきました。卵は1個。あー、でも前になんか忘れてない？後からオイルを入れました。それからピザチーズをかけます。スライスチーズでも何でも構いません。キンパを乗っけてゆっくり卵と一緒に丸めていきます。動いてくれません。中のチーズが少し固まるまで冷やしてから切ります。中のチーズが溶けてるままだと切るときに卵がちぎれてしまいます。サイドの部分は口に入れます。韓国人ってこういうスパムマリとかキンパを食べるとき、この辛ラーメンとかトッポキとか辛いものは欠かせないので、私もあのラーメンを作ってきました。あの半分だけ作りました。全部食べきれないと思うので、はい、あげるもおばあちゃん、いただきます。韓国の女性の場合、必ずスプーンを使いますね。日本の女性の方もスプーン使いますか？あんまり見たことがない。一応ごちそうさまでした。で、私の動画ではやっぱりこう食べ物とかたくさん出てきますので、それに関する質問もたくさんもらってて、の金属製の、箸のことで、その金属箸って不便ではないですか？例えば、もう金属だから、熱がこう上がってきて火傷したりしませんか？みたいな質問も受けてますけど、
ないんですね。今まで暑いと思った時はなくて、もちろん、辛ラーメンとかこう作るとき、短い金属製の箸でこう作ったりすると、やっぱりこう、湯気がこう上がってくるのでめっちゃ暑いんですけど、単なるこう食べるときは全然暑くはない。そんなこう食べるときにもうやけどするほど暑くなったりすると、今まで韓国でその金属製の箸を使ってきたとは思いませんね。でも個人的に思うのは、その不便な時もあって、もちろん、麺類を食べる時にやっぱりこう滑るのがあって、そばとか そしてスパゲッティ、こう麺の形がこう直線になっている麺だったら滑るのかなと思って。辛ラーメンは何パーマかけられてますから だから落ちないのかなと思うのも、そして先ほど私は辛ラーメンを食べるときにスプーンと箸一緒に持って食べてたんですけど、日本ではこれが行儀悪いと思われるかなですか？韓国の男性はそういう使い方はしないんですけど、女性の場合10人に9人はみんな辛ラーメンとかカルグックスを食べるときには、辛ラーメンとかこう麺類を食べると、ほとんど韓国料理も麺類はこうスープが入ってるんじゃないですか。麺を箸でこう食べるときに、こう麺からこうスプーン、あ、違う 麺からそのスープが落ちてくると汚すかもしれないし、服とか。それでスプーンでこう安定的に取ってあげるんですよ。あ、なんかおかしいな、この日本語も。日本に行って、こうお蕎麦もあったかい蕎麦があるんじゃないですか。あったかい蕎麦食べるとき、麺からまたスープが落ちてくるかもしれないし、スープも飲みたいし、それで食べようとしてたら、スプーンが一緒に出てこなくて、スプーンありますかって頼んで、スプーン持ってきてくれたんですけど、店員さんが。そのスプーンってなんか、色気でんがもらえるし。なんか私の感覚ではちょっとしゃもじっぽい感じのスプーンが出てきて、結構大きいんですよ。なんか、男性の場合は、後からそのあったかいお蕎麦のスープが飲みたいんだったら、器のまま、こう飲めばいいんですけど、女性の場合、なんかこう飲むにはちょっとあれなんで、いう時には、どうすればいいのかよくわからなくて。あんまりそんなに疲れを感じなかったんですけど、今、病院に行ったら、リンパ腺炎、扁桃腺炎ですよね。で、今、薬を飲んでいます。もちろん、このコーヒーもダメなんですけど、私のチャンネルをご覧くださる視聴者の皆様も健康第一ですから、ご自愛ください。はい。今週も大変お疲れ様でした。それでは皆さん、おやすみなさい。またねー。